まずは昨日コンサートからどうぞ。アジアエンタメニュース、ターゲットはこの美貌の持ち主。韓国のピが海外からたくさんのファンを集め、ソウルで単独コンサートを開催しました。まずは音楽のスタイルについて聞いてみました。앞으로추구하는음악스타일은제가늘상얘기했듯이저는굉장히많은문화들을알리고싶습니다제가어느나라에진출하기보다는한국의이런문화와이런음악성이있다는것을그런것들을그나라에가서문화교류를하고싶은것이진출을하겠다는목적이아니고요그래서우리나라의좀전통있는음악이나아니면굉장히좋은음악들을그나라와같이합쳐서퓨전음악을만들어내는게제꿈이고또목표입니다그래서굉장히많은나라들에게우리나라의음악을좀많이알리고싶습니다네퓨전음악을하는게제목표이죠日本のファンへメッセージをどうぞ。네일본팬여러분들께도제모습을많이보여드리고싶은데요아마기회가된다면빠른시일내로일본에가서팬여러분들찾아뵙고공연을할예정입니다그래서아마빠르면몇달후정도늦으면몇달후정도될것같고요빠르면요근래에하게될것같고요예많이기대해주십시오それではコンサートの模様をどうぞ。ピの単独コンサートなんですけど、このコンサートにはね、もうこの韓国のファンだけじゃなくて、日本とか香港とかいろんなもうアジア各国のファンが来たそうなんですけれども、この前日本でもね、ちょっとショーケースをやった時、かなり人気あった、もうすごい盛り上がってたって、日本のワイドショーなんかでも取り上げられてましたけど、今回のねこの単独コンサートでは、以前はやっぱりこうダンスが中心だっていうことだったらしいんだけど、すごいバラードなんかもいっぱい見せてね、その音楽の幅もだいぶ広げたということもあって、かなり話題になっていたそうです。